見えてますかね。こんにちは。お、ありがとうございます。皆さんお集まりいただきありがとうございます。土曜日いかがお過ごしでしょうか。こんばんはとも、コメントありがとうございます。おお、続々集まってきてくださってますね皆さんは土曜日どんな一日でしたでしょうか。あ、コメントもありがとうございます。こんばんはあ、こちらこそありがとうございます。まったり過ごせましたかねえ。もう飲んでるので最高ですと。あら、いいじゃないですか。こんばんはと。いや、私もそうですね、土曜日ということで午前中は少しゆっくりしておりました。で、これから番組なんですけれども、皆さんとまたお話しできればなと思いまして、インスタライブさせていただきました。音声結構聞こえてますか。大丈夫ですか。アニメ消化できないよんと。私もそうですね、結構溜まってますね。おー、こんにちは。新幹線の方も今いらっしゃるんですね。あ、お疲れ様です。そして今日お誕生日の方もおめでとうございます。良い夜をお過ごしください。あ、ゆいちゃんのアーカイブを見ていましたと。ゆいちゃんも明日お渡し会ということでインスタライブしていましたね。うん、ぜひね、行かれる方はお天気も気をつけて素敵な、はい、お渡し会参加していただければ私も嬉しく思います。うん、ポケモン図鑑埋まらないですと。いや、私もそうなんですよね、なかなかできていなくてですねそうなんですよ。なのでポケモンは、まあ、2月くらいになって私もまた再開しようかなと思っております。ポケモンの話になりますと、皆さん以前 au ペイマーケットさんで私が買った内容ってご存知でしょうか。ここからは本題です。雑談していきましたけれどもあ、ストレッチして見てますとありがとうございます。私もストレッチしないとなと思って、ヨガマットは置きっぱなしにしています。なのでソファーの下にヨガマットを、はい、敷いてるので、そこでこうお風呂を終えてからストレッチはしようと思ってますよ。うん、あ、皆さん覚えてますね。そうなんです、本題は au ペイマーケットさんで私が初めて出演させていただいた時に買ったものです。ゲンガー可愛くないですか。これ私自分のデスクの上に置いてスマートフォン置いたりとか、あとこうメモ帳とかも置けるので、スマートフォン以外にもメモ帳を置いていますこれすごく可愛くってお気に入りです。3つ購入したんですよ。で、このゲンガーもお気に入りで、あと最近頑張ってまつげ伸ばしてるんですけれども、まつげのコーム、これがですね伸びてからより使いやすいです。馴染むんですよ、まつげに。なので結構こう番組終えてからまつげが下がることが少なくなった気がします。まつげ育成中です今。まつげ大事ですからね。うん、あと何か覚えてますか。他に買ったんですけれども、ゲンガーのスマホスタンドとまつげのコーム以外で、ホットビューラー以外で買ったもの覚えてますか。イギリスからヤッホーと、こんにちは。イギリス行ってみたいです。いつか私もまつげ伸ばせますよ。まつげ美容液最近塗ってます。 au ペイさんといえば小牧ゆいクイズあるかもしれませんけど、対策されてますかと。おお、いやでもね、普段から一緒にいるから自信はありますよ。対策しなくてもいけるんじゃないかなって思いますけれどもね。うん、もうそろそろですよね。明日お渡し会のゆいちゃん、ぜひ明日もね楽しんでいってください。インドネシアからですと、あ、ありがとうございます。インドネシアは今お天気いかがですか。うん、はい。そしてね、ちょっとお話も交えましたけれども、あと一つ私購入したんですよ、覚えてますか
覚えてますか、ゲンガーとまつげのカーラー以外で出てこないですかね。ごじゃっぺーってきちゃいました。あんこうも一応まあそうですね、部屋では買ったんですね、部屋のインテリア用には買ったんですけど、自分が受け取ったものとしては何か覚えてますか。食べ物です。覚えてませんってきてます、まあ、あんこうのねやっぱりはいイメージが強かったんでしょうね。こちらなんですよ、買ったのカレー南蛮うどん、あのご当地のカップ麺を購入しまして、あのキャスターさんに配ったんですよ。で、あの控え室にあるかなと思って見たらこれだけ残ってましたこれだけ残っていて、これカレー南蛮うどんらしいんですよ。私があの家で食べたのは水戸発のあの出汁が効いてるうどんだっぺっていうものを食べました。あ、反転している、そうなんです、反転しちゃうんですよね、どうしても。結構大きいですよね、ほら顔と比べても、うん、ほら私はカレーうどん南蛮です、よろしくお願いします。29歳です。29歳かわからないですけど、この子が29歳かわからないんですけれどももうこのね、あそう、砂押しさんのです。でこのカレー南蛮うどんをはい購入したんですけど、美味しかったですよ。今日のお昼に食べましたと、あ同じものですか、嬉しいですね、うん、まあ、ぜひ皆さんも温かいラーメンでしたりうどんを召し上がりながらお過ごしください。来週一気にまた寒くなりますし、もうあの10年この10年に一度のような寒さがやってくるといった予報も出てますのでね、暖かくして過ごしましょう。今シーズン一番の強い寒気が南下する予想です、うん、はい、ということで3つ商品をご紹介したんですけれども、私来週もまたまた aupayさんのライブ TV に出演させていただくことになってるんですよ。ありがたいですね。何をするのか、何をまた食べることができるのか、すごく楽しみなんですけれども、あの次のテーマがですね、年始に買ったものなんですって。私買ったものあったんですよ、実はこのスカートを福袋で購入したんですよ。可愛くないですか。あのマーブルって言って、これゴスロリブランドなんですよ実は。え、でも見えなくないですか。あの上のトップスをさりげなくこう私服カジュアルにしたら着れるんですよ。これゴスロリブランドなんですよ何回も紹介するという。これが年始に買った私のおすすめの、はい、服でした。福袋ってやっぱり服が詰まってますね、うん、そうなんですよ。あのトップスでだいぶ変わりませんかね。いやこれ使えるなと思って、はい、買いました、うん、ぜひ皆さんもあのさやちとお買い物のハッシュタグをつけてツイートしてください。番組で紹介するかもしれませんので、どしどし送ってみてください。さあではそんなライブ TV au マーケットさんの出演の、時間帯は、まあ、来週なんですけれども、皆さん au ペイマーケットさんのアプリもね入れてくださってる方多いと思うんですけれども、改めてご紹介していきます。私今日 iPad 持ってきました自分のiPad でも見ることができるので、ぜひあの、まあ、携帯とスマートフォンと一緒にねこうウェザーニュースライブ見ながらもねちょっと参加していただきたいなと思うんですけれども、このあのライブ TV というところがあるんですよね。で前回ゆいちゃんが担当したものを見ることができるので、アーカイブもねご覧ください。このあのキーワードで商品を探すといった上の欄があるんですけど、こちらを、スクロールしますと右から2番目にライブ TV といったところがあります。反射しちゃいますね、まあ、そこから、見ることができるんですけれども、配信予定の番組はこの配信予定といったところからタップして、はい、ご覧ください。楽しみですね。私は1月23日の19時から
ライブ開始する予定です。お、何をが食べられるか分かりますね。これで雑穀米ですって。健康的でいいですね。雑穀米とあご入りだし、へー、あと乾燥野菜、え、欲しい欲しい。これでお味噌汁作れますねこれあれですか、私が白菜うまく切れなかったからっていう考慮ですか、これもしかして乾燥していつでも食べられるようにっていうことで、もしかしてこのラインナップなんでしょうかね。分かってますねぜひ通知予約してご参加ください。空いたままだと始まらない。あ、これですか、配信予定と配信中を駆使してください。これから配信するところは配信予定ですからね、うん、配信中のところはいつでも見られます、うん、あとですね、これ分かりやすくフリップも用意いただきましたけど、反転しちゃうんでしたっけぜひ皆さんも1月23日19時からもね、番組で盛り上げていただければ嬉しく思っております。最近買いたいものって皆さんありますか、年始どうでしょうか。あ、フォローしてくださってる方ありがとうございます。はじめまして、檜山さやと申しますぜひアーカイブもまだまだ残ってますので、ゆいちゃんのアーカイブでしたり、あと遡るともっと前に出られていたキャスターの出演も見ることができるんじゃないでしょうか。出てくるかな。あ、出てきましたね。みーちゃんが1月10日に担当してました。このように、はい、過去の履歴まで見ることができますのでお楽しみください。今日もご参加ありがとうございました。これから私もムーンを担当していきます。あ、そしてですね、 au ペイマーケットさんですけれども、 SNS アカウントがたくさんありまして、 Twitter と YouTube と TikTok、 そしてインスタグラムがあります。こちらの4つのアカウントそれぞれあるんですけれども、お得な情報が出ているかと思いますので、お買い物する際にクーポンなど使ってみてください。 Twitter、TikTok、インスタグラム、そして YouTube ですね。 YouTube も過去の内容が分かりやすく、ね、収録されているかと思いますのでお楽しみくださいでは今日もありがとうございました。ムーンの時間帯でも今夜から週間のお天気お送りしていきますので、こちらもご確認ください。では今日もありがとうございました。バイバーイ。